大谷のドジャース移籍サッカーで例えると、ビジャレアルからレアルマドリードちゃうか。エンゼルスは強くないからな。エバートンからリバプールに移籍みたいなイメージ。ラリーガで例えると、エスパニョールからバルサに行くようなもんだよ。J リーグで例えると、横浜 FC から横浜マリノスへ行くようなもんだ。なんか違う気がする。クリロナ2年半750億大谷10年1000億。サッカー大勝利だな。サッカーで大谷の年だともう年俸下り坂なのに、そう考えると野球の方が夢あるな。同じ日本人として誇らしいよ大谷翔平。まあ長友のインテル移籍みたいなもんだろ。